はい、皆さんこんにちは。カタリールームのカタリーです。今から始めるドラクエ10続きをやっていきたいと思います。前回の続きですね。ダンダダダンアジトの入り口に来てます。おそらくここを降りるとまたねクエストが進むんじゃないかなと思ってます。早速降りてみます。降りて何もなかったら今撮影してるこれはボツになります。あれ何もないんじゃない。おっとなさそうだ。何もありません。ボツかこれは。どうしようか。一旦オルフェアの町のあの子の家に行ってみましょうか。早速グダグダが始まってますけども、ある程度ねウィキでしたっけ、見ながらね進めてる部分もあるんですけども、次どこ行こうかなっていうね、撮影に関してはですね調べてはいるんですけども、その一つのクエストに対してね一個一個次はどこだっていうのまでは見てないんですよね。大雑把にしか見てないので、なのでこのようなことが起きるんですね。ピンクになってないな。これ当然ここ入っても進まないだろうな。あ、わかった。ぷくぷくピーチがなくなって街で困ってる人がどっかにいるんだきっと。この人かな。ヘッチャーフってとこ行ってみましょうか。おそらくヘッチャーフっていう人は前ピンクじゃなかったと思うんですよね。ここの家かな。あ、それっぽくないですか。予告で出てきたような子たちですよね。やっぱり料理の話をしてるもん。よかった、ボツにならなかったかもしれません。お、出た、プクプクピーチを用いた料理。おお、そのプクプクピーチってね気になりますね。一体どんなやつなんだろう。買い占めちゃったからね。やっていく自信が いや違うでしょう。ここははいとは言えないよね。あれ、ここではいにしないと進まないのかな。しょうがない、今度ははいを選んでみます。転職、なになになに、神父。おお、神秘の水、神秘の水を持ってきてくれませんか。ミルエルの森にいるベホイムスライムを倒すとまでに手に入るはずです。あ、また討伐ですね。
ベホイムスライム倒しに行きましょう。オッケー。これが何、後でつながっていくんですかね。直接あのダンダダダンと関係ないように思うんですけど、どこだっけ。あ、西とか南とか出てないな。じゃあですね、またあのベホムイスライムを倒してこの水を手に入れたらですね、あの動画を進めたいと思います。はい、ではね、ベホイムスライムを倒して神秘の水を手に入れてきました。早速ね、ヘッチャーフに報告したいと思います。持ってきてやったぜ。宣伝受けんの。私の使命が黄色の宝石、経験値の古文書中。ほうほうほう、そこそこ美味しいクエストでしたね。 OK。 マジで神父になるのかな。では予告ね、見てみましょう。方法は一つ？あ、これ神父さんですかね。なんだ？神父が部下？行かないで神父様。今度は神父さんに会うと進むんですかね。もう済ませたんだ、洗礼。行った、うん。なんだ気がかりって。快く承諾してくれたが、そばにいたシスターが睨んでいた。どういうことですかね。まあそれが第4話だっけ、次になるんですかね。なんで神父なんだろう。まあいっか。ということでね、ここで一旦動画の方を切りたいと思います。また次はね、すぐに始めるかどうかちょっとまだわからないんですけども、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。はい、おまけです。今ね、自宅の畑の前に来ております。で、見ての通りですね、あの収穫の時期になりましたので、ちょっとね、何が取れたのか収穫するところをあの動画にしたいと思いました。ですね、ここかな、まんまるポテトみたいな名前のねやつを植えていたんですけども、お、まんまるポテト、元気な実を実らせている。収穫しますか。はい。そしてここもまんまるポテトですね。ここもまんまるポテト。で、ここはなんと2つの元気な実を実らせている。ラッキー。あ、ここも2つっぽいですね。ここも2つでした。そして、ここもまんまるポテトで。で、気になるのはここのね、2つなんですけど、なんか全然違うのがなってる気がするんですよね。びっくりトマト。珍しい作物。びっくりトマト収穫しました。じゃあ、これも同じかな？なんかハート型のトマトですね。あ、ここ2つなってますね。ラッキー。ということで、
まんまるトマトとびっくりトマトの収穫でした。でね、次をね、植えていきたいんですけども、これからちょっとね、買いに行きたいと思います。確かこの人かな？種屋さん。さて次何に植えますかね。あ、結構8日とか7日とか日にちが違うんですね。まんまるポテトは5日だったんだ。オレンジスズラン、オレンジスズラン行ってみましょうかね。はいと。でついでにこ肥料ですね。あ、装備品じゃないや、肥料をねちょっと買っていきたいと思います。これなんだろう、消費アイテムなのかな。違うっぽいっすね。素材？モンスター系の素材なのかな。肥料はどこで売ってんですか。その他あった、牛の糞、馬の糞、どっちがいいんですかね。ほかほかしたものとかぐわしいものと。とりあえず1個ずつ買ってみますか。あ、これ2個セットだ。まあしょうがないな。馬の方も安く売ってればいいんですけど。あ、1個で売ってますね。あ、じゃあこっちも2個買いますか。2個ね。はいと。じゃあ早速植えてみましょう。結構ね、収穫したものがね、高めに売れたりするのでね。あ、そっか、売るところもやればよかったですかね。とりあえずちょっと来ちゃったんで植えてみます。種をまく。今回はね、オレンジスズランの種をまきたいと思います。そして、肥料もあげられるのかな？肥料を使う。牛の糞。OK。じゃあ早速ね、水をあげていきましょう。この水あげがね、一個一個っていうのが意外とめんどくさい。めんどくさいっすね。まあなんかでも育ててる感はありますよね。よし、あと1個。これでオレンジスズランがね、8日後でしたっけ、収穫される時をまたね撮影していきたいと思います。じゃあとりあえずね、さっきのがねいくらぐらいで売れるのか行ってみましょうか。ここでね、なんか売れるようになったんで便利ですよね。前は町まで行かなきゃいけなかったんで、使うものに入ってんのかな。まんまるポテト1つ639ゴールド、2個で1208。8個でしたっけ今。5000。
5119か。6818。なるほどね。じゃあどうしようかな。625。5100いくつだったんでしたっけ。5100ぐらいで出しますかね。 OK。 でもう一つのびっくりトマト、びっくりトマトは1個3500だって。あれ、これいくつ持つだっけ。あ、5個持ってんだね。3500で5個でサブロック18。これ高くないか、5個の人。1個3500か。じゃあ5個で3500。この辺で行ってみますかね。じゃああとはね、売れるのを待つだけというこんな感じですね。ということで、畑のお世話のシーンでした。